皆さん明けましておめでとうございます。今日はちょっとアングルが違うんですが、あまりにもお正月のですね、見事な空ですね。今からそういえば、ずいぶん前ですね、公害つって空気が汚れた時はこんな空は東京で見ることはできませんでしたが、今東京の都心でですね、こんなに綺麗な空になりました。やっぱり科学技術っていうのもなかなかいいもんですね。あまり暑さ寒さもないし、電車もそこそこしか混んでないし、正月はこんな穏やかな日を過ごすことができると。まあ今年はですね、とにかく毎日ですよ。毎日明るく朗らかに楽しい日々を過ごすということに専念したいと思っています。今日はですね、今年一年のひばりクラブの主たる考え方の骨ですね。元旦に佐久間昭山の白人は自分が得になることを正義だという考えを持っていると。これが一つですね。これはまあ我々がこの一年を乗り切るときに非常に重要なキーワードになります。それから二日目はですね、人間は大脳という血管を持っているってことですね。これが我々の人間関係を壊したり、夫婦の離婚に陥ったりですね、無駄な戦争をしたりするっていう、人間の業の基本を成してるわけですね。お釈迦様とかイエス様の話っていうか書いたものとか言ったことをずっとこう勉強しますと、彼らは大脳の影響をどのくらいこう外せるかと、いうことに対して非常に能力があったし、その後のいわゆる修行というものはですね、普通の人が大脳の邪悪な影響を減らすために修行というものをしたということがよくわかります。今日3日目はですね、これはまた日本の発明っていうか、素晴らしい日本の考え方なんですが、偉い人とはどういう人かっていうことですね。ここには良寛様と、どこかのお母さん、これは著作権を主張しないという、一般的にどこでも使っていいという写真の中から撮ったんで、多分ご本人の了解は当然得ていると思います。偉い人ってのはどういう人かっていうことですね。通常よく最近偉い人っていうと、首相であるとか、東大の教授であるとか、大会社の社長さんとか、果てには時々、芸能人のトップスターとか、そういうのは偉い人というような取り扱いを受けたりしますね。しかし偉いっていうのは何でしょうか？私はですね、やっぱり人間的に偉い人だと思うんですね。人間的に偉い人の代表者がここに示した良寛様。これは良寛様はお坊さんであるということがちょっとこう、宗教家ですからね。宗教家を偉い人に入れるかどうかちょっと微妙なんですが、偉い人だと思いますね。新潟の片田舎に6畳一間の庵を組んで、そこでひっそりと生活して、時に外に出て子供たちと遊ぶと、世間の、例えば栄達であるとか、偉いお坊さんってのはろくなもんじゃない場合が多いんですね。名誉でギラギラしたお坊さんってのはおられますからね。それに対して、多くの人が、良寛様、あの人偉い人だと、いうふうに、大思いですから、ここに出しました。それから、大根を持った、おばあちゃんというか、お母さんというかですね。この人が偉いことは間違いありません。なんつっても、僕は偉い人っていうのは、人のために生きる人だと思うんですよ。自分のために生きる人ではなくて、人のために生きる人、もしくは、自然のために生きる人だと思うんですね。その人は大体において、顔つきも、このお二人に見るように穏やかですね。それで穏やかで、かつ自分を捨てて、他の人のためになる。もしくは他の人が嬉しければ自分も嬉しい。というような一生を送った人ですね。お母さん。私は一兵卒になりたいっていうブログを去年書いたんですが、国のために命を捨てる一兵卒。一兵卒と、大将と同じく偉いじゃないかってこと、私は大将よりか一兵卒の方が偉いと思うんですね。その部隊を率いて、例えば師団を率いて、軍隊を指揮する師団長、中将ぐらいが多いんですが、そういう人たちも確かに偉いですよ。勲章いっぱいつけて、軍功があるわけですね。軍功があるってことは、軍の功っていうのは功績の功ですけど、軍功があるっていうことはどういうことかっていうと、
まあ戦いに勝って凱旋してくるわけですよ。だから勲章を天皇陛下からいただくわけですね、王様とか。だけども一兵卒は、軍功を挙げても勲章をもらうことはありません。無名のままですね、ある小隊に属していて、小隊長からお前はそれを取りに行けって言われるでしょ。あっちから機関銃が撃ってくる、こっちは小銃と鉄カブトですよ。そして歩幅前進して、運よく機関銃に当たらないで手榴弾でも投げられて敵の機関銃座をやっつければいい。だけどやっつけたからといって彼は昇進するわけでもなし、勲章をもらうわけでもなし、名前が上がるわけでもないんですよ。単に自分の命を懸けて敵の陣地まで歩幅前進し、幸いそこで機関銃に当たらなくて命を落とすことがなかったってわけですね。これも素晴らしいことなんですね。だって、お国のためですよ。お国のためって言ったら、まあ誤解する人が多いんですけど、自分の妻、自分の子供が、昔だったらロシア軍、この前の戦争だったらアメリカ軍に殺されないために、自分が代わりに犠牲になる。それはその陣地を落とすってことなんですよ、具体的に言えば。しかしその陣地を落とすのは一兵卒では全く手柄にもならない。手柄にもならないことに一命をかける。これが人間は僕一番偉いと思うんですね。手柄になるから一命をかけるというのはありますよ。まあオリンピックの選手とは立派ですけどね、立派ですけど、やっぱり金メダルを目指してスポーツやるっつったら僕はちょっとね、引っかかるとこあるんです。これはどうしてかっていう理屈はこのひばりクラブの中でやっていきたいと思うんですね。自分が栄達するために頑張るのか、スポーツとかピアノとか、我々の学問もそうなんですよ。学問もそういう人いることはいるんですね。学問自身はあんまり好きじゃない。だけど学問で名を成して教授になりたいとか学長になりたいとか、そういうことを考えてる人っていうのはやっぱりね、あまり僕は偉い人に会ったことないんですね。やっぱり偉い学者っていうのはですね、学問そのものに情熱を燃やしてますよ。つまり人間の魂の方が、立派なんですね。人間の心、人間の肉体、筋肉とかね。人間の魂、人間の頭脳、人間の感性。まあ、そういったものの方が、それが社会で評価されるよりか、ずっとずっと僕は気高いように思います。例えば、小説家でもね、小説を書いて有名になるとか、なんとか賞を取るなんていうのはね、小説家としては何の意味もありません。小説家というのは、やはりその小説を読んで、ああ、人生ってのはこういうもんだなと思って、それ読んだ人に深い感銘を与えたり、その読んだ人が人生として大いに幸福になったり、することに焦点がなければいけないと思うんですね。だから、それは結果としてね、賞が与えられたりですね、そういうことはありますよ。けど、それはあくまでも結果であって、それを目標にするというと、やっぱりね、魂が汚れますね。その点で、この、良寛様とか、良寛様も、どのくらい偉いお坊さんか私、つまびらかには知らないんですが、まあ、天台宗の、なんか一番トップになるとかね、そういうことを目指して修行されたんではなくて、新潟の片田舎で四畳半で過ごして、やがて朽ちていく。その中に、自分の、生というかね、生きるというか、それを見出していくというのが、まあ素晴らしいと思いますね。もちろんお母さんはそうですね。で、この力ずくでない社会、日本以外の国は力がある、お金がある、頭がいい。まあこういうのをみんないいとしてるんですね。最近の小学校でも成績がいい、足が速い、ピアノが弾けるっていうようなことを、なんていうかな、長所っていうか、これ長所でも何でもないですよ。長所とか言ってるらしいんですけどね。長所ってのはそういうもんじゃないと私は思います。長所というのは、その人がいたら周りの人が幸福になる人。その人がいるおかげで周りの人が命をつなぎ、だからお医者さんなんか本当はそうなんです。今のお医者さんは自分が金儲けをしたいというお医者さんは、これは何の偉くもありません。偉いお医者さんはやっぱり苦しんでる患者さんを治して楽にしてあげて、それで報酬とかそういうものを考えてはいない。たまたまね、もちろん自分の命を助けてくれたりしたお医者さんは嬉しいですよ。だからお医者さんどうぞこれお礼に受け取ってくださいというのはいいですよ。というよりお布施方式ですね。二
人間はやっぱり報酬は全部お布施方式であるべきですね。まあしかしお母さんなんかは、大根を担いだお母さんなんかお布施も要求しませんよ。ただただ家族の健康と成長と幸福、これだけを願って自分の時間を犠牲にするわけですから。大根一つ買うんだって買いに行く時間ありますよ。それから大根を買うときにできるだけ安い大根で美味しい大根を買おうという努力もされますよ。それが我々の命の元になってるわけですね。まあ、だからこれは日本だけが、まあ、天皇陛下とお母さん、これを第一にした、これはなんで偉いのか、かけがえのない人だからですね。私が去年昭和天皇の三大功績というのを書きましたが、昭和天皇こそかけがえのない人ですよ。昭和天皇の三大功績というのがもしネットで検索したら出るようであればね、まあ、去年の私のこの偉い人とはというのに該当するのは、一平卒になりたいという私のブログと、それから天皇陛下の三大功績というのをぜひお聞きいただいてですね、私自身が何を偉いと思ってるか、そしてそれこそが今まで日本人が幸福で2000年間過ごしてきたっていうのは誰の功績でもありません。この日本人が考える偉い人、つまりその人がいたら周りの人が幸福になるという人、その人をもって偉い人と言ったわけです。ぜひ小学校の先生、中学校の先生もですね、日本の子供を教えるときに、人間として大切なのは成績がいいこととか足が速いとかピアノが弾けるとか、そういうことじゃなくて、君の周りの人が幸せになること、それが君の価値なんだということを教えてもらいたいと思います。今年はこの三が日でお話をした3つのことを中心にですね、我々のこの激動の2023年をいろいろ考えていきたいというふうに思っています。